パステースでナタパステルでナタはパステルでベレンとも呼ばれる小さなカスタードクリーム入りタルトでポルトガルのカシテイやカフェで売られている複数型はパステース日本などではエッグタルトとも呼ばれているポルトガルの首都ディスボンのベレンにあるジェロニモス修道院の修道女たちによって18世紀以前に発明されたと信じられている修道院以外でこのクリームタルトを売り出した 最初の店は現在もあるベレン洋菓子店でパステルでベレンの名は店のある畜名にちなんでいる。パステルでナタのレシピを覚えたイギリス人アンドリュース等がそこに英国風カスタードタルトの技術を加え砂糖を控えめにするなどの改良を加えたものをマカオにある自分の店でポルトガル風エッグタルトの名前で売り出した。これが評判となり 多くのパンやマカオのレストラン、茶山頂がルジのものを作るようになり、また、妻もマカオで別の店を開業し、ケンタッキーフライドチキンの香港支社と提携して売り出すなど広く認知されるようになり、マカオでは現在に至るまでマカオ料理における代表的な菓子として定着することとなった。1990年代後半にはシンガポール、マレーシア、香港、台湾で ポルトガル風、エッグタルトが売られるようになった。パステルデナタはブラジルでも人気があり、同国のファーストフードチェーン、ハビービスのメニューにも入っている。ありがとうございます。